ないかもした。どうもレイナです。日本語で動画を回したいと思ったんですけど、なんだろう、なんて言えばいいんだ。久しぶりの動画だからちょっと 何言っていいかわかんない。はい、今フィリピンに住んでおる人間と宇宙のハーフレイナです。そうです。今もうすぐ引っ越さないといけないんですけど、家全然片付かなくて、でなんかずっとモヤモヤするって思ってたんですけど、なんて言うんだろう、動画いきなり引っ越ししなきゃいけない状況で動画回したいなってなって、で引っ越し終わったらでいいやって思ってたんですけど、全然引っ越しの準備がはかどらない、引っ越しの準備が全然進まないから、なんかモヤモヤするなと思ったら、多分ビデオを回したいのかな、うち。はい。で、これから日本語で、私の人生を動画に収めていきたいと思って、また私の YouTube を再開させていただきました。誰が見たいかわかんないけど、はい。ですね、今フィリピンに住んで8年 ?9 年になりますね。やばいね。時間って早い。で、何ヶ月間かいろいろあって、自分自身の変化もいろいろあったので、すごいこんな感じだった。気持ち的には表に出さない人だから、やっぱり溜まって出すところが、やっぱ吐き出すところが必要なので、はい、なんか日記みたいな感じで動画を 回せたらいいなと思います。すごいあれです、今ウォーキング終わったばっかで、そのウォーキングの時もずっと動画のこと考えて、なんか撮りたいなって思ってて、だからそう、ちょっと日本語がおかしい、なんかぐちゃぐちゃしてるけど、ちょっとよく分かんなかったらごめんなさい。で、見てくれて本当にありがとうございます。あ、そうさっき Wi-Fi の、いろいろ Wi-Fi のあれとかやってたんですけど、あれ、なんで赤いんだ。充電がなくなったからしたいと思います。さっきあったことをシェアしようと思って、そう Wi-Fi 対応してくれる人らしくて、本当に助かりましたって感じで、それをちょっと言いたかったんですけど、それを言いたかった。やっぱ今私自分の人生の分岐点みたいな感覚してて、なんかいろいろ変わってるから何みたいな感じだけど、お構いなくこの人生を堪能したいと。いっぱい言いたいことあったのに動画が回ると何言ってか分かんない。なんだっけ、あ、そう引っ越しもあるんですけど、私8年間をフィリピンで音楽活動してて、今は普通に働きながらソーシャルメディアとこういう活動してるんですけど、ずっと今まで一緒に活動してたグループの子と解散っていう形になって、それぞれの人生を歩みましょうみたいな、まあバイバイとかじゃないんですけど、そのグループとしての活動を一回、卒業することになりました。また充電きた、すいません、また来たかったので動画で言わさせていただきました。でもこのことについてももっと詳しく話したい感じはするんですけど、白汚い感じすみません、気にしないでください。はい、1年間いろんなことがあって、また違うショーに行くのかなっていう、まあ、いろんなことが起こるのが人生だから、いろんな培ったものを背負って、必要なものをこうやって背負って人生を進みたいと願います。あ、進みたいと思います。今はちょっと私あれなんですよね、人本当に頭の中にいろんなことが起きすぎて、こうやって吐き出せないと、本当に私の友達にはちょっとご迷惑をおかけしておるんですが、思ったことポン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 って言っちゃうとこがあるから、いつもみんなありがとう。私の友達と家族とか周りの方々とか、本当にありがとうございます。でもすごい目の前が雲が綺麗、本当に雲を見ながら喋れてる、すごい幸せ、すごい幸せだよ。見て、すごい綺麗。ちょっと皆さん癒されよう、こういう空を見て癒されよう。癒されたかな。あ、ちょっと黙ります。
ね、はい。あ、やばい。こんな感じで見せるのも苦しいんですけど、これが私なので、はい、こういうものもご提供できたらいいそうだね。そう、ほら、まとまりがないでしょ、喋ることに。そう、8年間の音楽活動、もちろん音楽はずっと一生多分好きなので、何らかの形でやっていきたい、活動していきたいとは思うんですけど、自分の曲作ったりとか、私の人生の中でいろいろ目標はあるんですけど、ほんと綺麗、雲、何？絵画みたい、絵みたい。そう、それで、なんだろう、言いたいこといっぱいあるんだけどな。さっき歩いてる時いっぱいあったんだけど、ウォーキングしてるとさ、すごいいろんな、なんか、こういうこと喋りたいとか、いろんなことが返ってくるから、今日言いたかったんだけど、動画、久しぶりに目の前にして喋るのを久しぶりで、いろいろ飛んでますね。こういう自分も収めたいと思って、こういう時もあったんだよ、みたいな。絶対人生は、こういう感じでいくから、そういう時期も動画に収めたいなと思っております。おります。卒業するとともに、人生、いろいろ目標がまたできたので、まだ新しく生活とかどういうことをして生きてるのかをちょっと届けられたらいいですね。本当にいろんなことあった。なんかどん底に感じる時もあるけど、そういうのもやっぱ必要だなってすごい思ってて、それを乗り越えたら絶対楽しいこともあると思うので、目標を立てて、その目標でワクワクすることがまたできたので、本当にもうここ何ヶ月かは周りにはわからないかもしれないけど、私のこの心の中はでも空っぽ、カラカラだった気はしますね。でも今こうやって言えるってことはちょっとマシになったのかなとか思います。そう、あと友達と話してて、日本での動画回したいって言ったら、すごいやってみなよって後押しもらえたので回しております。たくさん言いたいことあるんですけど、今言いたいのは、本当に今の人生に至るまでいろんな人に出会ってきて、いろんな人に助けてもらって、とても素敵な人ばかり周りにいて、本当人に恵まれてるな、本当にありがとうございますって感じです。いい人生です。これからももっといい人生にしていきたいなと思っております。可愛く映りたかったんだけど、今回したいってことで、今回させております。この動画とかで私をどんどん出していけたらいいなと思います。こういうこと喋るの恥ずかしいってあるけど、でも今一人だし、何言いたい？レイナさんで、フィリピンの方も見ているので、英語の字幕も担当やりたいと思います。いろいろやりたいことがあるので、その目標とかを動画で思い出としての、収められたらいいと思います。まだちょっと日本語で撮る動画慣れしてないけど、どんどん慣れてくるかな。本当にうちって独り言多いから、こういう動画回した方がいいなってやっぱ思ってます。でも目標あると生きてる感じがするから、やっぱ目標は必要だなって思います。そしたら今何やるべきこととか、何やらなきゃいけないとか分かるから。分かってるのに、やらなきゃいけないことは、引っ越しの準備でした。いろいろ悩んで乗り越えて、必死に生きてる姿、こういう時期もあっていいじゃないかって感じだよね。華やかな世界もいい時もあるけど、人間味のある人間っていうものは素晴らしいので、私は今宇宙人と人間のハーフなのでっていうので、いこうかな。でも自分が思ったことを発信していきたいな、表現したいなと思ってるので、このレイナを使って表現したいと思っているので、あまり深く考えずにやっていこうと思います。自分の第一言語は日本語だから、第一言語を使って自分の気持ちをそのまんましたい。久しぶりに動画撮ったって思ったらこんな感じなのはちょっと面白いけど、結論から言うと、私たちはできるっていう動画ですね。引っ越しのとかのいろいろ近況報告だったので、もこの動画必要な人に届いて元気になったり、これでいいやみたいな感じ、幸せな気持ちになってくれたらいいな。そのいろんな表現してる人たち見て元気になったことがあるから、ちょっとそういうことしたいなと思ってるから、
この動画終わったら、ちゃんと片付けに参りたいと思います。で、終わりにしようかな、動画一回。また回したい時に回そうと思います。あ、今 SNS でもいろいろ載っけてるんですけど、今やってるコンテンツが、フィリピンの曲とか海外の曲を日本語にしたらどうなるんでしょうみたいな感じで歌ってるので、気になる方はぜひ、レイナ皆川で検索してみてください。フィリピンありがとう、日本ありがとう、世界ありがとう、キューありがとう、大丈夫、私たちならできる、みんな愛してるよ、バイバイ。